どうも、テヒラクーです。今日もリンゴでやっていきたいと思います。いつものデイリーミッション、で多分デイリーミッションをクリアしても、6000ポイント、まあ6000コインですね、手に入らないと思うので、まあデイリーミッションやるだけと、ガチャはなしという回になるかと思います。はい、プレゼントいただきました。いつもありがとうございます。あと3時間42分。今日も頑張りましょう。頑張りましょう。頑張っていきましょう。ルーキーツアー。もうここにですね。なんていうか、まあ、課金者があんまりいないみたいな状態になってまして、チャンスショットギアを持っていない方々が、まあ今の。ツアーにいるということですね。もう強い人たちは、上のクラスに行っているのではないか。ああ、一番苦手なところ来ましたね。結局どうしたらいいのかわかんないな。さあ、行きましょう。あ、どっちか。相手がどうするかちょっと勉強しますか。また飛んだな。ただ、相手よりかは飛んでないですね。さあ、勝利を飾ることができるのか。お互い200ポイントなので、バーディーチャンス。あ、これを決めたら終わりですね。OK、勝ちました。まあ幸先がいいですね。運が良かったかな。まあ後打ちでしたし。あ、さてさて、次は一人でゴルフ。動画は上げてないんですけれども、東京グランドゴルフガーデン、3つともですねコンプリートしました。ただその動画を上げてない理由っていうのがですね、なんていうかあんまり、まあ、よろしくないっていうところがあってですね、
どういうことかというと、まあそのこのミンゴル自体リセット、まあ簡単にリセットができるんですね。打ち直しっていう方法、まあそのなんていうかな、このゲームの、仕様に基づいていると考えれば、まあ悪い方法じゃないんですけれども、その打ち直しっていうのをですね、まあ動画として撮ってあげた場合に、あんまりなんていうか、よくはないんだなと思いまして、そのこのミンゴルのそのスタッフか何か、あれかな、制作者が考えてる、まあ本来こうしてほしいっていうところの趣旨とは、まあ、ずれるんじゃないかなと、まあ、思ってですね。それでその東京グランドゴルフガーデンの、まあ、コンプリートした、このビギナーとプロですね、ちょっとまあ、説明するとですね、ここにある東京 EX マッチ B、 これを出すために、何をしなきゃいけないかっていうと、まあ、この東京ボスマッチっていうのをクリアしなきゃいけない、で、星3を獲得しなきゃいけないっていうことの他にですね、全てのショットにおいて、なんでジャストショットじゃないといけないっていう、まあ、そういう条件がありまして、そのジャストショット自体がですねすごく難しくてですね、今のまあ自分の、まあ、技術とギアでは難しくて、打ち直しをですねずっとやってたんですね。一回打って、それでその打ち損じたと思った時に一回アプリを終了して、でまたアプリを起動すると、一打前の状態で、打てると、そういう、まあ、このミンゴルの仕様ではあるんですけれども、ただそれはまあこのゲームをコンプリートする上でのやり方なだけで、正しいやり方ではないと思うんですよね。まあルール的なところも考えて、で、一応その動画を撮ったは撮ったんですよ、コンプリートするしたっていう動画。まあこれはですね、まあ周りの状況とかをまあ見ながら、まあそういった動画を上げてて、かつあまりその批判とかがないっていうのを確認した上で、まあその動画は上げていこうかなと思います。まあまあそんな感じですね、はい、ということで、とりあえず言いたいことというのは、東京グランドゴルフガーデンやっと、3つともコンプリートできましたということです。で、まあ、今コンプリートやってるのがそのスコティッシュクラシックのビギナーコースですね、今は星が34まで溜まって言ってまして、残りが、まあ、このスコティッシュ EX マッチ B というのと、スコティッシュボスマッチですね、パーオンでピン 5m 以内に寄せて勝つ、あとは2200ポイント以上で勝つと、やっていきたいと思います。行くか、グリーンはこうなってると、なるほど、うわー、あ、強すぎたかな、いつも強いんだよなここ。
よし、ちょっと巻きていきましょう。これはこれはるんだよな。思いっきり当たるんだけど、打っちゃうか。頼む、止まってくれ。まあ、しょうがないですね。そうだ。危な。
これは。OK。失敗をやっぱりあれですね、あの学習しないといけないという、あそこバンカーが嫌なんだよな。まあ大丈夫か、大丈夫だね。打ちましょう。これかな。 OK、まさにバンカーじゃないか。狙った通りの。よし。ここでショットを強めにしたのがまずかったんだっけ。うわ、あ、これでもダメか。お、イケポチャか、イケポチャか。これで決めれば勝ちですな。OKOKOK。よしよし。勝ちました。そう。なんか星つくかな、これで。ツーアッパーつきますよね。ああ、いやいや、両方ついた。よかったよかった。これ引っ張って、お、出ました。オリビアバンカーなしで勝つ。あー、じゃああのですね、ちょっとついでにここスコティッシュクラシックのビギナーコースですねをコンプリートしたいなと思います。ここであれば多分コンプリート画面っていうのを皆さんにお見せすることができるかなと。実際ここのコンプリート画面の価値とかはそんなないはずなんだ。風を見ますか。あんま吹いてない。まあ関係ないですね。行き過ぎたか。出てるのかもしれないな。このショットをしちゃいけませんよみたいな、そういうお手本。よし、OK。
獲得条件、バンカーなし、2ツーアップ2200ポイント以上。このまま行けばその通りになるというところですが、風はあるからこれぐらいでいいかな。ちょっと打ってみますか。でも坂なんだよな。そこを考えると、まあ、このぐらいでもいいかもしれない。よし、オッケー。あっ、やっちゃった。まあ一応乗ったか。600600か。ガー行くんだよね。一体でも行くか。ふえ。ああ。うわ。1.2m。これは入れておきたいな。これ入るかな。よし、オッケー。相手が外してくれればいいですね。ただ星が3つつくかどうかがちょっと微妙かな。あ、ついたついた。あ、しょっけんけ。ですね、このとりあえず、まあ、勝ちは勝ちです、星も3つつきました。スコティッシュクラシックビギナーのスターコンプリートしました。一応これも取れなかった、あったっちゃあったかな。ほらこんな感じで、コンプリートすると、まあ、コンプリートの表示が出ます。どんどんやっていこうかなっていうことで、とりあえず、一人でゴルフは以上です。次ランクマッチやっていきましょう。足りないんだな。
これどのぐらいの高さだろう。どのぐらいで打つか。足りないかな。まあ打ったらわかるか。打ちましょう。よしよしよし。止まれ。こんな感じか。風の勢いは若干受けてたは受けたのか。そこ。お、コール。コールがルー。私は勝ったかな、これを外しても勝ちですね。多分こんぐらい、間ぐらいかな。よし、じゃあ入れていきましょう。 2.9m か。これぐらい強く打てばいいかな。うわ、ギリ。あぶな。勝ちです。わーい。はい、ランクマッチ1回プレイ。それでは、最後みんなでゴルフ、やっていきたいと思います。残り、そうですね、最終日ですね。ファラオトーナメント、デザートオープン後半戦、今現在はマイナス2とマイナス1マイナス1と、マイナス2をもう一つばかし、増やせたらいいかなと思うんですけど、やっていきますか。こっちを、レベル低い方、22の方、お一方いますね。自分よりレベルの低い方が。風はまあいつものですね。逆じゃないのでこっちですね。んで、なんでかな。やったりか。じゃあ転がしていきましょう。OK。フェアウェイに行ってくれるかなと思うんですけど、まあ上出来です。傾いてるんですが、風を見ますか。風はあんま吹いてない。なのでこっちか。多分これでジャストだと思うな。入りはしないだろうけど、打ちますか。打ちましょう。 OK。 ガサはやめて。ガサはガサはやめて。あー、ガサやめて。ふー、もうやんだ、マジでショックだわ。今の完璧なショットだったのに。落として入れるっていう感じで、まあ行こうかなと。落として入れる、まあ、こんぐらいかな。こんぐらいか。 OK。 おー、ギリ。まあ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 、最初はいつものですね。だかと思った。これは辛いな。惜しかった、惜しかったな。3位か。
今のところ。4位ですね。これは5位か今。3位も難しそうですね。これは、相手の出方をちょっと見ますか。皆さんがどの位置に落としているかを確認しながら今打っていこうかなと思います。どの辺にボールが落ちて結果どういう風に跳ねてどっか行ったかみたいなのをここで学習してトン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 、あの辺りに落とせばいいかな。トン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 、ここですね。で風見ますか。風はこんな感じと。もうちょっとこの辺でもいいかな。よし。では、これいきますか。ぴったりでいいんだっけ。どうだったかな。それどうだったっけ。そうじゃないかな。何もないとき、そうかそうか、ぴったりでいいかな。よし行こう。うわあー、皆さん悲しいお知らせがあります。リタイアします。あと1回、よかった、あと1回できるわ。それでは気を取り直してやっていきましょう。風があれだからこっちですね。で、これして OK。 強い、強いのか、風強かったか。これはまずいな。この辺で打つか。不思議なところに落ちた。うわ、惜しい。こんな感じかな。集約説みたいな。うわ、よし、なんとかボギー、なんとか大怪我で死んだ。
うん、風を誤ってますね。さっきすごい吹いてたんだな。風ですね。風見ますか。それではぴったりでいいかな。いいか。さっきは亀だったんで、そうはならないように。オッケー。一応読みは完璧かな。うん。思った通りに落ちた。あーでもあれだな、行き過ぎたか。こんぐらいでいいかな。 OK。 どこまで上がれるかですね。どうなりましたか、テイラ戦。はい、どうも。皆さんの情報を集めましたか。4位ですね。まあ最終ホールにかけるということになるかな。最終ホールはあの風次第です。風がどうなってるかだけが大事。こうなってるか。ということは巻き巻きかな。始めますか。吹いてるといいよね。で打ちましょう。 OK。 うわー、刺さってますね。これはそうだな。
超えられるかっていうところがあるんですけど、多分超えられると思うんだよな。風もあるからな。これぐらいでいいか。162ヤード、若干右に寄ってんのか。それを踏まえるとここぐらいか。よし、読みは完璧ですね。じゃあ打っていきましょう。 OK、 よし、超えてけ。うわ、超えられなかった。マジか、コツじゃねえ。惜しかったですね。7メーターだったのか。これぐらいでいいかな。まあでもラフなのでぴったりでもいいかな。よし、入れていこう。オッケー。全然ダメだった。パー。パー決めたいな。オッケー。オッケー、よっしゃ、よかった。最後いいとこ見せられたかな。いやー、なかなか取れ高良かったんじゃないですか。あの塔のてっぺんにボールをぶつけるみたいな、そういうところもあり、まあ、最後はなんとかパーでクリアと。まあ、頑張ったんじゃないでしょうか。そこそこ見えたかな。はい、それではどうなんだろうな。賞金を、届いたかな。5350。ギリギリ届いてない。あと150ポイント足りないですね。これはあれですよね、あのしのぎちゃんから贈り物と。150か。あと2回、すいません。
ません、あと2回ちょっと付き合ってます。6000いきました。では、最後にガチャをやって終わりにしたいと思います。今巷で話題の、チャンスショット搭載の新ギア、こちらですね。何ギア、パンケーキクラブですね。やっていきましょう。出るかな。ああ出ないですね。おお。はい。以上になります。もうせっかくだからちょっとあげるか。以上だけど。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。あ、じゃあしのみちゃんの服でも買えるか。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。